おはようございます。今日の話は斉藤一人聞く力話す力という本の中から好奇心があって人間好きという話です一人さんは人間が大好きなんです無類の人間好きなのその人の歩んできた人生とか仕事は何をしていてどんなことが好きなんだろうって次から次に興味が湧いてくるこの世に同じ人生の人は一人たりともいませんどんな相手にも一人さんが見たことも聞いたこともない経験があるし それぞれぞにに映画になるる。ぐらいの人生ドラマがある自分の知らない世界に触れる体験って本当に楽しいんだよだからちょっと食事に出かけても気がつけばお店の人と話し込むドライブ旅行に出かければ旅先で出会った農家のおじ,おじさんと1時間でも2時間でも盛り上がっちゃう私は好奇心旺盛で自分の知らないことは何でも見聞きしたいタイプ。だから本や映画も大好きで、 それこそ子供の頃から本の虫だった映画も多い時は日に三から四本も見ていたんです本や映画の中には自分の人生だけでは到底体験できないことがいっぱい詰まっています好奇心は自然発生的なイメージがあるというか生まれ持った気質だから自分で育てられるものではないと思われるかもしれません好奇心は楽しいことを一個でもすれば勝手に出てきますその理由はね、私たちが この地球に生まれてきたのは、楽しむことを通じて魂を磨き上げるためだからです。それは魂のレベルアップを意味するからもっと楽しみたい。次はどんな楽しいことをしようかって、どんどん興味が広がっていく。勝手に好奇心が大きくなる。楽しめば好奇心が育つのはもちろん、愛も深まるし魅力もついてくる。当然、聞く力だって磨かれるよ。瀬戸内弱聴さんのこんな言葉があります。 いくつになってもおしゃれ心を失わないこと、好奇心を失わないこと、若い人と付き合うこと、これが若さを保つ秘訣です。おしゃれ心も若い人と付き合うことも好奇心があるからこそです。同時にそれは人に対する興味関心があるから。おしゃれ心も若い人と付き合うという好奇心が生まれます。好奇心を失ったとき人は追います。好奇心は子供の心です。子供は好奇心の塊だからだ。 そして遊びの天才でもあります。それは大人にとっては遊び心のこと。人生を楽しむとは一般に言う楽しいことだけをやって楽しむのではありません。つまらないことや面倒なこと、嫌なことも楽しんでしまうということです。どんなことがあっても、なるほどそうきたかと明るく楽しむことができる人は人生の達人です。味があって深さがあって淡々として何でも面白がれる人ですね。じゃあ今日はこれで終わります。